はい、皆さんこんにちは、マイニーです。今日の動画はキャンドゥさんから以前新しく発売されたカラージェルの中から、透け感のあるハーフクリアというこれコロン、これ難しくない？どうやって見せるの？どうやって見せるの？こうやって見せる？やっぱこれしかないんだよな、私の中に。眩しい眩しい。これハーフクリアっていうやつ。この3つを使って簡単に可愛くできるアートをご紹介していきたいと思います。簡単だよ、埋めるだけだからねはい、ということで、あ、そう、これとあとこれ、これキャンドゥで売ってたの、これ眩しいね、これが売ってたんです。シェル、いろんなカラーのシェル、結構意外となくないですか、こんだけあるのって。はい、これを見つけたので、これとさっきのハーフクリアのカラーを使っていけたらいいかなと思います。なのでぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。よし、じゃあやっていきますよ。これだね。ちなみにこれはバーコードはこちらです。寒いね、寒い。今ちょっと外パーッと出てね、飲み物を買いに行ってたんですけど寒かった。はい、かわいいよねこれ。何色合わせようかなーってちょっと楽しみです。はい、何色がいいかな。ベージュ、ピンク、あ、ピンクかオークルかな。オークルにしようかな。オークルでやります。で、とりあえずベースを塗りますよ。ベースを塗って、その後にさっきのシェルをのせていこうと思います。で、どの色を合わせようかなって感じです。ちょっと一旦硬化します。はい、で、これか、オークルピンクを使うんですが、これに合わせるカラーを、シェルのカラーを選びます。何色がいいかな。これでしょ、難しいな。なんかこのパープルとかも可愛いかなとか思うんだけど、多分上に色が重なっちゃうから、この辺とかだとあれかな、わかんなくなるかな。なんか2色ぐらい使おうかな。いやー、パープルにするか悩みに悩んで、あー、もうほら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 、ちょっと私のさ、この爪がさ、多分マットだからだと思うんだよね。あー、これ触っちゃダメだよ本当は。じゃあ、この真ん中のやつと、あ、やばい、大丈夫か、あれ硬っ、ふん、よし、この真ん中のやつとパープル、気をつけてね私。よし、一旦ちょっと全体にまたベースコートを塗って、カスカスでいいかな、そんなにたくさん塗らなくてもいいかなと思うんで、ベースを塗っといて、でどのぐらいの厚みなんだろう、そんなに厚みなさそうな感じに見えるけど、ちょっと適当にね取って、私の好きな斜めな感じで置いていこう。ほんのりピンクなんだね、ピンクと、まあ、クリーム色っぽい色も混ざってんのかね。はい、でパープルを置きます。こういうシェルってさあ、染めてあるだけだと思うから、この辺の色のシェルを、これかな、こういうクリームっぽい色のシェルを染めてあるだけだから、色ムラがあって、それが可愛いですよね。ちょっと春っぽい感じでやろうかなって思ってて、花びらっぽいね。この何、パープルの方が細かいね、なんかシェルが。よし、ちょっと斜めにこう入れました。じゃあこれで一度硬化していきます。はい、硬化しました。そしたらやっぱシェルなので、まあ薄いちっちゃいとはいえ凹凸があるので、一旦ベースコートを上に重ねます。このカラージェルを塗る前に一旦ベースコートを重ねておきます。ちょっとね、凹凸を減らしておこう。どうなるんだろう、ワクワク。はい、ではこれで硬化します。はい、硬化しました。ではここでちょっと私のグレーが透けちゃうかもだけど、ごめんなさいだけど、オークルピンクを塗っていきます。どうなるんだろう、ちょっとあんまり予想できてないけど、お、
お、なんかパープルがよりパープル、薄かったパープルはピンクにって感じ。お、かわいいぞ。あんまりたっぷり塗らない方がいいね。薄めに塗っておくのがいいかも。あ、かわいいかわいいかわいい。ちょっと一回硬化します。はい、硬化しました。もうこのぐらいの方がいいかな。なんか、え、どうしよう、ちょっと微妙に重ねとこか、二度塗り。なんかこのシェルがあるとこ塗るのもったいないから、このちょっとだけさ、こうやって斜めにペペッとして、ここもちょっとだけ若干かぶりながらもこうやってやっとくのどう？あ、いい、いい感じ、いい感じ、かわいい。ちょっとこれでもう一回硬化します。はい、このぐらいにしとこう。あんまりやるとなんかもったいなさそうだから。じゃあこれでもうアート終わりです。はいじゃあこれでトップを塗っていきます。ちょっとだけまだなんか凹凸があるから、薄くもう一回ベースだけ塗っとくか。シェルってどうしてもだよね、なんか削るのもありだけど、削るのもありか。でも今回ちょっと削らずに薄くベースを塗り、トップを塗っていこう。はい、できた。ちょっとこれ一回爪の上に置くか。こういう感じ、めっちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛い。おお、可愛い。こうなります。可愛いね、埋め込まれてる感じが。大成功ということで、今オークルピンクを使ってやってみたので、あとは他の2つ、ヌードピンクとヌードベージュ、これもちょっとね作っていきたいと思います。最後にバッと見せるよ。はい、ということで完成しました。めっちゃ可愛い、めっちゃ春っぽい感じになった。可愛い。ちょっとじゃあ一個ずつ説明をしていきます。まず最初、えちょとか言っちゃった。はい、恥ずかしい。まずは一番左がジェルがオークルピンクですね。でシェルがこのパープルと真ん中のちょっとピンクっぽいやつ、これを乗せてます。これ先乗せて、でこれをまあところどころ二度塗りしてある感じですね。これかわいいね。これがまあ一番色濃い感じですね。でその次がやり方一緒で、シェルの乗せる場所を変えただけなんですけど、カラーはヌードピンクで、シェルはこっちのちょっとくすんでる方の青と、なんだった、あ、これ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 、黄色、あ、違う違う、これ隣のやつ、隣のやつこのクリーム色みたいなやつ。はい、あんまりわかんないかな。ちょっと後で実際に、これもちょっと指の上に乗せるね、透けてるから。はい、この2色をこう置いて、ヌードピンクを一度塗りで、二度塗りはこのシェルが置いてないとこだけちょっと二度塗りしてあります。はい、で最後がこれヌードベージュ、ちょっとオレンジ色っぽいベージュね。シェルはこのグリーンとオレンジ、これを使ってます。ちょっとチャレンジだったこのグリーンは。でもいい感じになりましたね。色はここだけシェルが乗ってます。はい、ちょっと指の上に乗せていこう。これ可愛いよね。あ、ちょっと全部ここに乗せよ。どう、私この色と肌の色似てるねはい、ちょっとチュルンとしてて可愛いね。でこの一番左のやつが私的に色が結構好きかも。色が濃いんだけど透けててチュルンとした感じがあるのがいいかな。でもこの色も好き。私青合わせるの好きなので、ピンクと青可愛いね。でこのグリーンはなんかちょっと和っぽい感じになりましたね。グリーンが入ってるやつ、わー可愛いね。なんかやっぱ1色よりも2色こうチラチラってやった方が動きが出て可愛いかもしれないですね。はい、じゃあこんな感じでやってみました。まあ今回はこの3色でやったんですけど、透け感のある色だったら何でもいいんじゃないかなと思います。でシェルも、うん、どうなんだろうね、大きいシェルとかがあったら可愛いのかもしれないけど、ちょっと凹凸を埋めるのが大変かもなってちょっと今思いました。どうかな、このデザインやるんだったら数本これやって、ベースの他のカラーはこの色のみみたいな感じでやれば、シンプルナチュラルなんだけど、なんだかちょっと凝ったアートみたいな感じでいけるんじゃないでしょうか。はい、皆さんはどれが良かったでしょうかはいということで今回のデザインは、シェルと、キャンドゥの新色のハーフクリアを使ったデザインをやってみました。皆さんもぜひあのお好きなカラーでお好きな組み合わせでやってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあバイバーイ。